今回はドラゴンボールに登場する神を超える本物の神様こと海王神の神について見ていきたいと思います。神様の上位存在である海王をまとめる大海王よりもさらに上位に位置する神である海王神。もともとは海王と同じく東西南北とそれをまとめる大海王神の5人体制で海王神を形成していましたが、約500年前の魔人ブーとの戦いで東の海王神以外の海王神がとっちめられたため、現在は東の海王神である神が一人で海王神を務めることになっています。つまり神は5人分の役割を急に任されることになった、ちょっとかわいそうなやつなのです。作中では第25回天下一武道会の際登場し、異常な大物感を漂わせていました。にんまり顔で悟空たちに近づき意味深な発言をしたり、トーナメントで当たったピッコロが恐怖のあまり棄権するなど、明らかに今までの敵とは格が違う実力者ぶりを匂わせていました。さらに超次元モヒカンにそこはかとなく漂う品格、なんかすごそうなジジイを従えていたことから、この謎の少年はただものではないと感じた読者も多かったのではないでしょうか。そんな海王神の力が発揮されたのは天下一武道会でご飯が戦う時、高次元の超能力を発動しスーパーサイヤ人2になったご飯の動きを止めるという離れ技を披露したのです。これまで超能力者代表だったチャオズの超能力はクンに自信ありのスキンヘッド、ナッパにすら通用しなかったことを考えると、海王神の次元の違う凄さがわかります。フリーザ程度なら一撃で倒せると豪語するだけのことはあります。このように当時最強格のご飯を余裕で止めたり、ピッコロがビビり散らすほどの威圧感を放っていた海王神でしたが、話が進むごとに真の実力があらわになり、見かけ倒しの人物だったことが判明してしまいます。その最たる例が魔人ブーの復活に貢献してしまったことでしょう。無抵抗なご飯のエネルギーを敵に吸収させる作戦が仇となり、結果的に魔人ブーが復活するという最悪な事態を招いていました。海王神が無駄なことをせず、あの時ご飯が黒タイツスキンヘッドをぼこしていたら、作中のような大事にはなっていなかったことでしょう。次に、基本的に大事な情報を仲間に伝えない。ダーブラの唾が危険ということを戦闘の直前まで言わず、このせいでクリリンとピッコロが石になってしまい、いきなり戦力が減ってしまいます。また500年前の戦いでブーの吸収能力を知っていたのに誰にも教えていませんでした。もしブーの情報があれば、ご飯も油断せずブーをあのままボコっていたことでしょう。そしてやたらと敵に驚き小物感を出してしまう。実際作中では魔導士バビディが連れてきた戦士たちにビビりまくっていました。ベジータや悟空が全く手こずることがない相手なのにもかかわらず、終始逃げ腰の対応を取るという貧弱ぶりには少しがっかりしたという読者もいたのではないでしょうか。その後も生え際だけでなく額までも M になったベジータとのガチ勝負を望む悟空に対し、どうしても対決したいというならこの私を倒してからになさいと立ちふざがるのもつかの間、悟空が自分を攻撃しようとすると抵抗することなくあっさり許すという中途半端な覚悟を見せていました。さらにご飯と共にバビディ・ダーブラと対峙した時も、バビディとは私が戦いますと言い放ち、しれっと強い方のダーブラをご飯に押し付けるという汚い大人の一面を見せていました。特に諦めの速さは尊敬に値するレベルで、魔人ブーが復活しそうになった時は世界のために戦おうとするのではなく、もうダメです逃げましょうとあっさり言ってのけるほど。実力不足なのは仕方ありませんが、せめて悟空を力ずくで止め、ダーブラと対戦するという男気が見たかったものです。命を懸けて格上のナッパに立ち向かった超能力者仲間のチャオズを見習ってほしいものです。そして最終的には基本的に悟空たちの圧倒的な強さにただただ驚くだけのリアクション要因になってしまいます。またポタラや老海王神の存在を知らないなど、まあまあ無知な一面も見せていました。これらの無能ぶりから戦いにしか興味がない戦闘狂悟空にすら嫌味を言われる始末。そんな無能ぶりが目立つ海王神ですが、戦闘以外ではわりかし役に立っていた場面があります。悟空とご飯が Z ソードの切れ味を試そうとした際、どうせならと言って宇宙一硬い金属カッチンコを出現させるというコルトピもびっくりな具現化能力を見せています。さ
らにトタラによってヒビトと合体したことで瞬間移動能力と回復能力を身につけ、さらなる有能ぶりを発揮しています。特に瞬間移動のレベルは高く、木を探らなくても自由に飛び回れる高次元の瞬間移動になっていました。この瞬間移動によってブーに地球が破壊される前に間一髪のところで悟空たちを助けるというファインプレーを見せていました。その後も瞬間移動で仲間を避難させたり、ドラゴンボールを使うため一瞬でナメック星へ移動するなど、大事な場面ではかなり役に立っていました。また二度と二人に分離できないことが分かっても、と少し驚くだけで済ます強靭なメンタルを見せていました。超次元モヒカンと謎の品格でただものではないオーラを放っていた海洋神。しかし話が進むごとにボロが出まくり、登場当初の強者感が全くなくなるという不遇な扱いを受けてしまいます。とはいうものの、彼の活躍で悟空が助かり、結果的に地球が救われたと言っても過言ではないため、宇宙を守る海洋神の役目はしっかり果たしていたと思われます。